お疲れ様でございます。今回ねご質問いただきまして、まあ、トレードノートをどうやってつけるかっていう問題なんですけども、あの FX で自分の力をつけていきたかったら絶対にね自分の記録はつけた方がいいですね。特に紙で書いた方がいいと思います。まあ、ノート一冊買ってきてね、で今日のトレードの反省点とかを書いた方がいいんですよね。その際にどんなシナリオでもってどんな根拠でもってその行動をしたのかってことを書いておいて、それが実際どうだったのかっていうところですよね。それをまとめるとよろしいかと思います。で私の場合ね非常に残念なんですけども、あの紙のノートがないんですよね。私の場合は FX を始めた最初の初日で全然力も何もない時から動画公開してるわけですよ。ですんでノートよりはきめ細かい記録になったんですけども、今ちょっと反省してるのはね、あの手軽さがないんですよね。ポーンと見返そうと思った時にノートだったらね取り出してきてパラパラとめくるっていう手軽さがあるんですけども、動画の場合はねあのフォルダを探してファイルを開いてで動画を見てみたいなことになっちゃったりするんですよ。ですんでね、あの動画の記録私は自分に合ってるかなと思ったんですけども、やっぱり紙の記録の方がいいような気がします。で私の場合はねこういったコンテンツを作るんで今となってはこっちでも良かったかなって思えるんですけども、特に人に見せたりとかね人に何かこう伝えたりっていう目的がないんだったら、自分一人がきちんと検証しやすい自分のトレードノートを作った方がいいと思いますね。はい、でちなみにね私の場合なんですけども、例えばこういう風な形で残ってるんですよ。これ2023年の2月なんですけども、その例えば5週目っていうのをねここにあるじゃないですか。ポンとねこれをクリックするとあの曜日ごとにまとまっていて、じゃあ水曜日はどうだったのかなってこういう風に見直すことができるんですよね。こんな感じですよね。こういう風にしましたよとかね、こういう風な変化しましたよとかね、こういう風にね15分で見たよとか、はい、だからね手軽さはないですね。で私が自分のこのねやったことから言えるのは、あのペーパー紙のノートがいいですよってことです。ほとんどの方は紙のやっぱり記録の方がいいと思いますよ。で私の場合はねあの動画公開をするっていう前提で FX 始めてるんで、まあ動画になっちゃうのは例外的なもんだと思います。皆さんは紙のノートを書いてで、基本的にはね月から金曜日まで FX あるわけじゃないですか。毎日じゃないにしても、でトレードのない土日にそれを振り返って、じゃあ次の週から始まるトレードにはこれを生かそうかなとかね、それを覚えておこうかなってことを繰り返すとだんだん経験が蓄積されていくと思います。やっぱりねやってはいてもそこまで強く印象に残らなかったりすることで、あのトレードの期間は長くても実際に刻み込まれたトレードの経験っていうのがそこまでなかったりするんですよ。できちんと経験を自分の体に残したいと思ったら、どうしてそうしたのか、そしてその結果どうだったのか、この繰り返しをずっとすることだと思います。参考になれば幸いです。